60後径3年式15.5立方センチメートル連装法は日本海軍の開発した関西砲、大和の副砲塔の写真。日本海軍が開発した初の3連装関西砲、最上型軽巡洋艦の手法として開発された。この砲塔を一石に動き、軽1 5門の15.5センチメートル砲を搭載することで、 最上型は、ロンドン海軍軍縮条約の定義上は、軽巡洋艦でありながら、仮想敵国アメリカの重巡洋艦を上回る、当社弾量を得ることができた。散布会も、小作法の操作性も高く優秀で、法術関係者からは、傑作官報と評価された。なお、砲塔の装甲圧は、従来の砲塔と、同じく全周2 5ト、mm、ルで、防御力は、 断片防御程度である。1930年に結ばれたロンドン海軍軍縮条約により巡洋艦の保有量が制限されることになった。この条約では巡洋艦を排水量に関係なく手法の後継によって分類し、後継6.1インチを超える砲を搭載する巡洋艦を重巡洋艦、後継6.1インチ以下の砲を搭載する巡洋艦を 軽巡洋艦とした。しかし、日本が保有できる、従巡洋艦の枠はすでに古高型2隻、青葉型2隻、妙高型4隻、高尾型4隻の12隻で埋まっており、高尾型収益後は、新たな従巡洋艦の投入ができない状態だった。加えて、古高型と青葉型は20センチメートル砲を6門しか、搭載していない、旧型艦であり、 重巡洋艦保有枠に余裕があったアメリカが新鋭の重巡洋艦を搭乗させれば日本海軍の重巡洋艦戦力は大きく劣ることになると予想された。そこで日本海軍は余裕があった軽巡洋艦保有枠を利用して重巡洋艦並みの攻撃力を持った軽巡洋艦を建造しアメリカ海軍、イギリス海軍の重巡洋艦に対抗しようとした。 ロンドン海軍軍縮条約は、軽巡洋艦の主法口径を制限したが一席、あたりの手法門数は制限されておらず、一席に多数の砲を搭載することで条約の定義上は、軽巡洋艦でありながら、従順洋艦に匹敵する攻撃力を持った艦にすることができると考えたので、ある。日本海軍は、 ロンドン海軍軍縮条約で認められた軽巡洋艦建造枠5955トンを利用して6隻の新型軽巡洋艦を建造する計画を立案した。その第一陣として第一次補充計画で基準排水量8500トンの軽巡洋艦を4隻を建造することを決定。手法は軽巡洋艦が搭載できる制限いっぱい合計6.1インチの 三連装砲等を新開発して搭載することとした。以上のような経緯から開発された砲が60口径三連式15.5立方センチメートル連装砲である。20.3センチメートル砲に対抗するという開発の目的から15.5センチメートル砲には20.3センチメートル砲と同等の射程が求められた。しかし一般に砲は口径が大きいほど射程が長くなり、 小口径の砲弾を遠距離まで飛ばすためにはより高い小速で砲弾を発射する必要がある。そこで60口径という当時としては極めて長い方針を採用することで2 0 3トル砲とほぼ同じ2万7 4 0 0ルの最大射程を実現した。また、 方針内圧力最大3 3グラマイメートル平方メートルは、日本海軍が使用した砲の中で最も高く、初速秒速920メートルは98式10センチメートル広角砲に、ついで2番目に速い。それだけに、方針の寿命も短く、方針名数はわずかに250から300発であった。方針は長くなるほど自重で方向が垂れ下がり、 発射時のブレも大きくなるため射撃精度が低下するが、15.5cm 砲では、従来多用されていた、光線式に代わり時期式で砲身を製造し、超砲身ながら射撃精度を向上させている。砲塔の設計は、日本中巡洋艦の手法である50口径3年式 20cm 砲の連装砲塔との共通点が多いものの、 砲塔搭載の即挙技は8メートル型で、高尾型の6メートル型よりも能力が向上している。この砲塔は、ロンドン海軍軍縮条約執行後、20.3センチメートル連装砲塔へ、完走することを前提にしていたとされることが多い。しかし、15.5立方センチメートル連装砲塔の、旋回部直径は20.3センチメートル連装砲塔の、 それよりも6 8 0ト、mm、ル大きいこと、2 0 3トル方の方針は1 5 5トル方の方針よりも長く、砲塔乾燥後は最上型の2番砲塔は1番砲塔との方針干渉を避けるため行革をかけてかかり止めする必要があったことなど不自然な点があり、当初から砲塔乾燥が前提とされていたかどうかは疑問が残る。 最上型重巡洋艦の主砲乾燥に伴い撤去された1点を立方センチメートル連装砲は、大和型船艦の副砲と軽巡洋艦大淀の主砲に流用された。大和型船艦や大淀に搭載されず、余剰となった砲は揚陸されて、陸上設置の広角砲台として活用された。広島県呉市郊外のカブ崎製砲球場に3 連想法等で、長崎県佐世保市南方のハリオ島の水先ふるさとに、単装砲4機が降格砲台として確認されている。降格砲は、呉海軍交渉で製造中に、米軍の爆撃により転倒している写真なども確認されている。ありがとうございます。